霊魂論とは、命、心、霊魂に関するアリストテレスの著作である。英語では、オブライフと訳されることもある。日本語では、今まで、ラテン語をそのままカタカナにし、デアニマとしたり、あるいは、霊魂論、心とは何か、魂について等と訳されたことがある。気、パイプシロンドウは、についてという意味の語で、現代、パイプシロンドウプサイウプシロン界は、直訳で、 プシケイについてである。全参巻からなる。本書はアリストテレスによる自然哲学の研究の一部に属する著作であり、プシケイについて研究したものである。アリストテレスはプシケイを生命を持つ有機的物体の現実性として扱う。ただしこのプシケイは肉体から分離するものではなく、体と不可分の何か、ある種の機能として考察している。 アリストテレスはこのプシケイについての研究を自然哲学において対象が厳密であること、またあらゆる生物の起動員として位置づけて特に重要視している。プシケイは生き物の機能として捉えることが可能であり、生物の発展の段階に応じてプシケイも発展している。これは栄養、感覚、欲求、運動、思考などを備えており、植物は 栄養と感覚能力を備えているが動物は、さらに快顧を区別して、快楽を追求する欲求の能力を備えている。感覚には、触覚、味覚、嗅覚、聴覚、視覚という5つの感覚があり、それら感覚器官に共通して感じることができる対象には運動、静止、数量、形状、大きさの5つがある。それら感覚の中でも触覚は、 あらゆる動物に一般的に備わっているとアリストテレスは指摘し、触覚能力が十分にあって、初めて他の能力が備わっていくものと考えていた。人間はさらに感覚よりも高度な思考の能力を備えていると論じる。理性とは、不主形の最高の段階であるとする。ありがとうございます。